壮上の積木歌は山田正樹による日本の推理小説。横溝静史の生誕100年目である2002年に本格ミステリーマスターズの第一作として書かれた若き日の近代地光介を主人公とした作品である。本人殺人事件のサンフランシスコで発生した奇妙な殺人事件を解決したという一節をもとにして書かれている。またバンダインの代表作の一つ。 相乗殺人事件の後日談にもなっており、ファイロバンスのほかバンダインの作品の登場人物たちも複数登場している。本作では、相乗殺人事件において、ファイロバンスが披露した推理のうち4番目の事件や、連続殺人犯、相乗の正体について、近代地光介が別の解釈を提示している。なお、本作は、 週刊文春ミステリーベスト1二2 0 0 2年度国内編と2003年の本格ミステリーこれがベストだ。と本格ミステリーベスト10にそれぞれ選ばれている。数学者シガード・アーネッソンが殺害された。爆弾で吹き飛ばされた挙句首を切り落とされた残殺死体となって発見されたのだ。そして現場となったディラード邸の郵便受けには マザーグースの替え歌が書かれた手紙が入っており、そこには、僧侶の署名が記されていた。これが、僧侶殺人事件2の始まりであった。僧侶殺人事件2の犯人として検挙されたのは一人の日本人。1930年代の効果論が渦巻くアメリカで、アヘンに端滴していた若者が、アメリカ人からの憎悪と偏見に苦しむ、日系人たちを救うために立ち上がった。 若者の名は、近代地公介。日本人への別詞や様々な妨害に遭いながら、若き日の近代地が難事件に挑む。ただし、関係者の多くが死亡し、証拠は散逸してしまっているため、真相は闇の中ということになっている。ありがとうございます。